歌舞乙女姫カット、カエルの子アエルノイズ子好きと言いて、テキストを確認したい方は動画の一時停止を。秘密マジックに最近は1枚2枚と増えて、ついに3枚採用されています。今回は今一気に注目されているその背景に迫りましょう。まず上面から、腐っても2コストのマジックなので、からくりバーシにチェンジすることができます。後手であれば、まあ実質先手のアクアビブラートですね。最低限の役割はあるという話に加えて、相手の違法ドローに反応してこちらもドローします。環境で言うと同系の小型マジック、花からジャオガのディス・ジルコン、魔道具のバレットやグランドゼロなど意外とドローできますし、そのドローを嫌ってプレイを歪ませられる可能性も秘めています。実際ね、秘密マジックに手札当たるの怖すぎますからね。この時点でそこそこやりよるのですが、まだ止まりません。ここでこのコーナーでは初登場となるマジックフレンドバースト、これがバチクソに強で強いんです。例えばマジックでよくある横並び展開、メタクリの睨み合い、うわ相手がキャディーボンキゴしてきた、しんどーくないよ姫カット。ボンキゴ寝かせてマジックフレンドバースト発動、カエルの子アエルノイズ子好きといて、2体弾きつつアクアビブラートからくり回しに革命チェンジみたいな感じですね。2体処理はさすがにやってんだろう。しかも下面の呪文もまあまあ普通にすごいこと書いてて、エレメント指定なのでグランドゼロとかもバウンスできますし、コスト指定もないのでクソデカ物でも容赦なくバウンス可能です。レイクフォーチャーガイア州とかもいけちゃいますからね。普通に手打ちも悪ないし、中盤革命陣から唱えるのも悪ない、そんな2マナの足が生えたパーフェクトウォーター。姫カットに関する意見感想エピソードはコメントまで、また画像の条件でコメントをくれた方から抽選で1名様にプレイマットとスリーブのセットをプレゼントしています。たくさんコメントしてこのシリーズを盛り上げてください。それではまた次回、プロモのイラストがバチクソに美しいと話題に。